ファイブアローズ、コーチの石川祐一です。この度ですね、 YouTube 解説しました。なんでいきなりかって、今カメラ撮ってくれてるスタッフさんと話してたら、なんかノリでやって、そっから香川ファイブワールド知ってもらいましょうということで急に始めました。はい、ということで、いろんなことをやっていきたいんですけど、今日は早速何をやりますかと言いますと、料理します。僕があまりというか、もう全く料理しないので、じゃあ料理取りましょうよ。で、ここ今僕の家の台所なんですけれど、見ますか ここに多分普通だとあれがあるんですよね、ガスコンロ、ガスコンロがあるんですよ。見ますか。そうですね、アサヒビール、シャウエッセン、ウエシュ、ウィダー、牛乳、赤ワインに、なんか、ゆずこんだったり、マヨネーズとゆずこしょうと、湿布あります。もう恥ずかしいって冷凍庫は、はい、氷とウイスキーですね、これは、はい、さあ、これじゃあちょっと料理も何もできないんで買い出し行ってきますました。フライパンと鍋セット。すごい安かったです。で、食材が見てわかる野菜炒めと味噌汁を作ります。多分僕、味噌汁って人生で一回も作ったことないです。マジで作ったことないな、多分。野菜炒めも野菜炒めで、いざこうやって作ろうと思うと、買い出ししてる時に食材それだけですかって突っ込まれて難しいですね、まだ何も作ってないのに。知ってます。山形のお米なんですけど、めちゃくちゃうまいっすよ。なんかいろいろやってますよ。言ったけどね、米ぐらいは研げるからね。本当に。10ヶ月ぐらい経って、アボさんにもらったの。でもしなかったって聞いてて、この炊飯器もだからそれから2、3回ぐらいしか使ってないので。こんなもん、あとこれ押せばいいんだから。全然コンセント入ってない。
する。こういうことですよね。こう合ってますよ。野菜炒め、人参入ってましたっけ。本当はあと何が入ってます。細長くこう四角で見てるんですよね。あれってどうやってやるの。
ってますか、やり方は。これも同じ感じで、うん、そこのヒントは大切れないね、違うの食べれないでしょ。食べれるんですか、食べれるんですか、こここれは。でももう、サグっていっちゃっていいですよね。どうですか。これも先に、まあ、水やっちゃってで作る。よし。フランパン。あ。油なくてもいけるでしょ、肉で油取ろう。油ないとかある違うんだよな、油もそうなんだけど、だって野菜炒めなんてあと炒めりゃいいんだから、問題は味だよな。野菜炒めって何味、醤油、醤油と油ないな。肉を一枚いくか。油取れてやばいな。まずは野菜から。